新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう新たに1人の死亡と58人に感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認された58人のうち居住地別では葛城市が14人天理市が12人奈良市が8人などです年代別では10歳未満が13人と最も多く次いで60代が11人などです また県は天理市の70代男性が亡くなったと発表しました県内で亡くなった人は146人になりました現在の感染者の数は491人でこのうち重症は12人入院・入所を待っている人自宅療養中の人は152人です 県内ですぐに運用できる病床などの使用率は重症対応病床が35%これを含む入院病床全体では38%宿泊療養室は11%です続いてワクチンの接種状況についてです接種の対象となっていない12歳未満の県民も含んだ接種率は昨日時点で1回目が66.8% 2回目が 55%, 55となりましたその他河合町は今日までに役場本庁舎の職員6人が新型コロナに感染したと発表し庁舎1階の職員全員が検査対象となるためあさって24日本庁舎を閉鎖するということですまたこの日は戸籍届出以外の本庁舎における窓口業務も停止するということです